い、始まってんぞ。始めますじゃないし、ゆうすけ始まってんぞ。いや、さっき俺一人やってたのに閉じてきてたから。新幹線、一人で俺やってた。いや、新幹線が遅れて最終の。いや、いつも自分が遅刻したら、今の俺らが遅刻した時、俺遅刻したことないやないか。もっと心配して玄関のとこまで待ってくれてると思ったで。玄関ってここの玄関のところでなんか外をうろうろ見てるもんや思ってたで。あとその最終のもう始めますと言うてほしいよ。それがないから。それがないね。でもなんと最初はなんで玄関で待ってくれんかったの。玄関ってなんだ。家みたい言ってるけど。ダイヤの You and Jim。 ハモれてた。完璧。ハモれ、ほんま。どうした。これ月一ニュース。これ何、誰が楽しい。これがなんかもうだいぶ恒例になって初めて聞いた。初めて知ったニュースが多いわ。え、マジで知らんかった。知らん。いや、俺びっくりしたよ。どこで見たの。家でおって家でおって、別にテレビ見てなくてもついてて、なんか用事してても、うん、あ、ここ色やって、声だけでも分かるよ、マッサの声だ。ここ色の前とかからもずっとマッサのやってたから、言うたらもう20年ぐらい、21年大和郡山市のみたいなやつやな。ここ色、あの何やったっけ、美味再再、美味再再って、ここ色の前に美味再再かってやつ。全然覚えてないわ。ここ色覚えてるよ。関西の人からしたらもう20年ぐらいやってんじゃん。もっとか。21年な。おー、21年、うん、先言うたし。たまに怖なんね。美味再再をやってやったやんな。だ、美味再再の前もやってたとこ。キラッと悲しいな。なんか偉いもんで、マサさんの、マサさんから言うたんかな。ああ、もうもうそろそろもうやめとくわとか、まあ、かもな。ナレーションもうやめろわ、あいつかもな、もしかしたらしんどいわ。いや、しんどいわ言われるけど、例えばもう別もう十分やったからとか、分からんけどね。だから関西の人からしたら夜マサの声聞こえてくるっていうのがもうなんか当たり前な。土曜日やったっけ、そんなんやったな。なんかな、マサの声聞いたら安心する感じ。これでなんかもう、あ、今日で一日終わるなっつって、なんかほんまになんか、ああ、まんだ勉強したんか、あえて。マサの、ああ、マサの声や。で、なんか安心してね。みんなよう言うやんか、あのサザエさんが見たらなんか、うん、めっちゃ弱るみたいな。もう俺マサさんの声聞こえたらもう、ああ、もう週末やなっつって。そう。何曜日か定かじゃないけどな。大丈夫なんか、何曜日か定かじゃないのに、そんなに決め打ちで喋って。ああ、もう休み終わるなと思ってたよ。何曜日かわからんからさ。言うて、あのめっちゃ短いやつ、15分番組ぐらいってな。いや、そんな短くない、そんな長ないよ。3分とかで、めっちゃ短いよ。そうやで、それでもあんだけマサさんの声っていうのが、あ、そうやな、インパクトでかかったからな。分かってるか。だから、ヤマリと郡山市のっつってな言うてやって。ヤマリとヤマリとマサです。いや、言うてへん、マサです。でもマサに言うさ、終わるから、うん、ぜひなんかね、どっかで再放送してほしい。めちゃくちゃ難しいぞ。めちゃくちゃ難しい。あの一挙目みたいな人欲しいよな。ああ、いちいち全番見せます。やってほしいよ。3分やからさ、あるやんな。あの20本いけるやんか、1時間。いける。それで24時間やから、もうかなりの1日で20年分見せますよ。見たいよ。アマプラとかで全話見せますみたいな、1日で。あるから、あ、やってほしいな。アマゾンプライム、ほんまアマプラ、うん、でか、なんか TVer とかでさ、あ、TVer、今なんか U-NEXT とか月水金で配信するみたいなやつやってる、ね、昔のドラマとか。それで月水金で1話ずつ配信してほしいよ。いや、それまた20年かかるんですよ。それまた大変よ。一気見したらいいや、ほんまに。でもオールナイト営業、でもこれぐらいこの数あるニュースの中から一番最初にここパッていったってことは、一番やっぱり気になったよ。もう今日もうそれだけでいいんちゃう。もうええわ、ほか。
いやいや、その後目白押しよ、いろんなニュースすごいことなってる。なんなん、びっくりした。まずしましまんさんが個人名を解明して、俺さ、しましまさんがなんか、うん、今日今夜なんか発表しますみたいになってツイッターからなんか流れてきて、それ SNS で言ってやった。 SNS でなんか今夜重大発表します言って、俺勝手に、あ、解散しやんやと思ってたんか俺。あ、なんかそんな、なんかそんな感じやんか、うん、あ、解散しやんのかなと思ったら、あ、こういうことやったよな、うん、あの解明、個人名を解明されたっていうね、それってね。ていうか、しましまんずさんの、そうか、ツイッターフォローしてるん。いや、してます。どっちが買いはった？お二人とも買いはって、まず、池山さん、藤井さんね。藤井さん。藤井さんって藤井輝夫さんやったから。はい、で、それをもうそのままでカタカナで藤井輝夫になった。もう発表せんでいいやつ。カタカナで藤井輝夫さん。マジか。で、池山さん。池山心さん。池山心さんやったやん。うん、池山心さんやったんか。砂山心素直っていう。どういうことやねん。砂山心素直。砂山ひらがな、うん、心漢字、砂をひらがな、砂山心素直。わけわからんや、どういうこと、占い師、はい、砂山心素直さん。めちゃくちゃ面白い名前つけるやん。しましまんさんってもう30何年、40年近くやってるじゃん。そんなに30何年ぐらいじゃん。35年ぐらいやってるじゃん。40年やったら俺は新居さんぐらいやってるさ。いやいや、反響師匠はもっとやってやるやろ。いや、反響師匠多分40年とか。いや、40年って多分ダウンタウンさんとかじゃん。あ、そうか、うん、ハイヒールさんとかと、まあ、詳しいな。いや、その反響師匠すごいな。50年近いじゃん。50年やってやるか。しましまんさんでも35年ぐらいやってる。89年結成。しましまんさん、しましまんさん34年。34年か。あ、すごいね。ここに来て砂山心さん、で藤井さんがカタカナで藤井輝夫。なんかいろいろあったよな。かっこよなったよね、藤井さんは。藤井輝夫って全部カタカナだから。ミュージシャンみたいな。ミュージシャンみたいな。藤井輝夫。まあお会いしたらね、またちょっと話聞いておきます。なんかどこでお会いするの？どのタイミングで？なんか道頓堀とか歩いてたらもしかしたら。劇場では会わへん。仕事では会わへんけど。事務所問わず芸歴5年目以内の賞レース、うん、アンダー5アワード、うん、開催決定。いろいろできんな、ほんまに。だから5年目まで、で超若手ってことでしょ。これさ、正直言っていい、うん、今15年目以内やか、うん、それより低い以内を作る必要性はあんの？どこでできんの？吉本興業が、それ局すごい批判してた。いや、最高やな、やっぱり吉本。いや、いい、めちゃくちゃなんか批判してた。今度俺しに行こう。なんかフラット本社行こう。足組んですごい、足組んですごい批判してたな。びっくりした。フルーツ持って。フルーツ持って。下半身。下半身映して。さっきのスローモーションで。今15年目以内やから、うん、それより低い以内を作る必要性はある。あの、今度正月着物着てさ、あの吉本の本社挨拶しに行く。どういう意味だ。青空さんやってて。着物まで着てた。そうそうそう、あの2人着物も着てた。フリーズをできて、あの吉本興業の挨拶行った。吉本興業が芸歴5年目以内の若手芸人を対象とした賞レースアンダー5アワード2023を開催することを発表した。応募資格は芸歴0年から5年目の芸人、フリーアマチュアを含め所属事務所は問わない、ピン、コンビ、トリオなどの形式、漫才、漫談、コントといったスタイル、ネタのスタイルも自由。何でもいいや。優勝者には賞金100万円。あ、すごいね。ね、かゆいとこに 手届いてるシステムやね、これね。天才。誰が考えてる。どこの曲でやんの？いや、それは書いてへん。バニーのオンライン。あ、バニーでやんにや。それ面白いわ。さすがやわ。あと、あれも言うてたやで、ね。ラジオで言ってたんだっけ、セカンド、セカンドをの言い出しっぺが、うん、おいでやす小田屋やって言って、うん、それやっぱ小田いや、おいでやす小田屋隠してたぞ、実は。え、名前言わんようにしてて。でもテレビで言ってた。あ、そう、あ、言ってた、言ってた。で、小田が認めてたんで、あれ僕ですって。全部、東野さんって指定したも僕ですって。なんやつ。ほんまに言ってたぞ、これ小田が言い出した。セカンドが始まったのが小田が言い出しっぺやっていう噂を聞きつけて、
その怒っててんなお前がそのラジオで、でしかもその時は小田っていう名前をちょっと伏せながら、あのヌートリアっていうヒントだけヒントだけ残してヒントにヌートリアっていう、それで去ったよ俺は。でもあれは小田が言い出しっぺやったらしい、全部マジめっちゃ言ってたで、あの東野さんって指定したも僕です。何やねんあいつ、マジであいつ調子乗ってんな。何やお前、売れたきりどうするあんなおもんなやつが、ほんまどうするおもんないあいつマジで思んないで、言うてることがってこと、言うてることがし、あいつ自身も思んないもんなんかようたまにいやちょいちょい出てるやんかマジで思んないもん実は今日小田に嘘ついたろ、来ていただいてマジで殺したんねマジで殺したんね、呼んでくるや。あのあとちょっとね、ちょっとだけ返しが遅れたやん。ああだからほんちょっともうちょっと5分前一瞬ここに小田がスンって落ちていく予定やったんやけど、もうこんなスンってロープでスンってもう5分前に、まあ、27回やでここ、そうだからここ色の話してる YouTube でやる企画ちゃうんだ、まあ、ここ色の話してる時もあると小田がそんな緻密に計算してたそうそうこの話で何分でこことかっていうリハもしてたからさ、小田ちょっとすまん小田、手がパンパンやったみたい、もうずっとで俺ここ色の次にこれ行こう思ったらしましまさの話になったからもう無理ですね、死んでるやん100メートルぐらいあると思うちょっと一回ほんなら一回ほんま小田津田 vs 小田今やりたねえよそれむっちゃ腹立つ、一回それお膳立てさしてくれ津田 vs 小田の小さいリング作るからでセコンドでつくから俺津田の方にで小田の方にヌートリアなんかなうろうろしてるだけまあまああんまはしゃぎなさんなよ、気持ちわかるけど足元救われてぞそれをよしとしてへん芸人もおるっていうことを忘れなさんなはい、ゆうすけ次行こう登録者数が100万人いきますように、よっしゃー